千葉県にある宮内町の鴨場で、鳥インフルエンザが確認されました。千葉県などによりますと、市川市にある宮内町の新浜鴨場で、今月3日から4日にかけて、ア鴨11羽が相次いで死んでいるのが見つかりました。県が検査をしたところ、抗病原性鳥インフルエンザに感染していることが確認されました。 全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が続いている状況であり今後も全庁的に対処していく必要がある県は飼育されていたアイガモとアヒル合わせて338羽を殺処分にし県内の養鶏場に注意喚起を行っています関東で鳥インフルエンザが確認されるのは今シーズン初めてです